園田光吉園田光吉大正12年9月1日は、日本の外交官、実業家、男爵。1848年、薩摩藩士、宮内健吉の長男として、大隅国太良村に生まれる。藩内のお家騒動により父親が処罰を受けたため、同藩士、園田ダ・沢江門の養子となる。鹿児島の洋学校、改正書で、有島武志らと共に英学を学ぶ。 維新後は、大学南高に学んだ後、1871年10月に外務省に出資。翌1874年から約15年もの間、外交官としてイギリスに派遣された。1879年には一旦帰国し、教皇付初期心得として、井上薫外務大臣の秘書となり、井上の紹介で、富永金子と結婚。 1880年12月には、ロンドン総領事を務めた。1889年11月に帰朝し、翌1890年3月、松形正義の推薦により、横浜賞金銀行頭取を務めた。1897年4月、病により、同りを辞任。1899年には15銀行頭取。 帝国倉庫運輸株式会社社長などを務める。1915年、持病悪化により職を辞して、神奈川県中軍東村中里の別荘に引退した。その後も、東京クラブ理事や帝国運輸倉庫社長など、数多の会社役員として、1918年には、実業界発展の功により、断釈を授けられた。 1923年9月の関東大震災の際、二宮の別荘で圧死した。去年76。自定は、八金山校長。二宮の別荘後は、東京帝国大学が取得し、農学部付属農場となった。果樹園は2008年に閉園し、2012年に二宮町が取得した。最初の妻、沢子は、高吉がイギリスに単身赴任中に、 日本で病死。井上香織の紹介で再婚した富永啓は女子師範学校での再演でロンドン駐在領事夫人として1882年に高吉と共に都営。彩色顕微で知られ山本放水による肖像画が郡山市立美術館に所蔵されている。長男、文江。1884年にロンドンで生まれた次女、美音子は 10代で家族と共に帰国し、20歳で白爵で大学教授の林博太郎と結婚したが、5年後配備用で亡くなった。三女、米は東洋綿下創業者、小玉一蔵に嫁ぐ。峰子の母、慶は、後に満鉄総裁となった林の招きで旅した満州朝鮮の記録、満戦旅行記を1935年に上司。幸吉の実枚は、 作家、有島武雄の父、有島武氏の最初の妻、次男武彦が家督を相続し貴族院男爵議員を務めた。ありがとうございます。